はい、どんどん行くの、行くたのということでですね、ゾレリカ46です。はい、皆さん、お久しぶりです。ですね、まあ全然最近動画を上げられてなくてですね、まあどうしようかなと迷ってたんですが、まあ今回はですね、まあなぜ動画を上げたかなっていう、言いますと、まああれですね、まあいろいろありまして、まあマーヤのですね、希望というか、マーヤを無限してるので、まあそのいきさつなどはですね、あれですね、まあ今から喋っていきますが、まあ今、マーヤの手持ちをですね、まあ紹介したいなと思います。はい。あ、そうですね、BGM かけましょう。そうですね。まあ最近もうぐるぐるカーテンしか聞いてなくて、CD で。はい、もうぐるぐるカーテンから流していきたいと思います。音小さいですかね、まあ気にしないでください。はい、まずはこんな感じですね。はい、もう全然ないですね。はい、まあ会場の方でですね、まあなぜマーヤを無限するのかっていう言いますと、会場の方であれなんですよ、奥さんがマーヤ希望したらどうだっていう話になりまして、まあ自分のね写真がまあマーヤに変わるんだったらいいかなと思ったんで、まああれだったんですよ、マーヤのホワイトボードにですね、マーヤの希望と書いたんですよ。それしたらですね、まあかなり寄ってきまして、はい、かなりの提供が来まして、はい、コンプが9コンプぐらい一気に来たり、まあ本当にその後5コンポ来たりとか、はい、すごかったですね。はい、まあはい、ちょっとまあここら辺もうめくってきますね。そうですね、まあ横浜の、行きまして、そうですね、はい、まあですね、マーヤに関してはまあ、持ってないとこ、問わずまあ全部希望してるんですが、まあ持ってないとことのどれがですね一番望ましいですね。あとですね、まあそうですね、あれですね、まあ軽トレはですね、まあかなり数を積んでくださる方、まあそうですね、10コンプ以上ぐらい出してくれる方、もうそれ以上ですかね。はい、まあかなり出してくださる方に対してのみまあ軽トレは可能ですね。はい、まあそこはですね、マーヤということなんで、そこはご了承ください。はい。ですね、もう、はい。こんだけ入りましたね。はい。まあマーヤだけで、まあ、250強ですかね。はい。ちょっと、やばいっすね。ちょっとビビりました。本当に。はい。まあ、界隈の方でもですね、収穫の方で出させていただいたんですが、まあ、はい、ちょっと、やばかったですね。はい。いろいろと。まあ、こんな感じですね。まあ、コンプじゃないところをですね、コンプに変えてくださる方とか、あとは無償してくださる方ですね。はい、いましたら、まあ、送料などは僕らが負担しますので、そういう場合は。はい、なので、まあ、無償してくださる方に対しては、まあ、送料は僕が負担しますが、まあ、そうですね、そちらの方が優先になりますね。はい、まあ、ここは、BLT、少ないですけどね、はい、BLT、まあ、集める、もう、頑張って集めようっていうのはないんですから、まあ、そうですね、おまけとかでつけてくださればですね、かなり嬉しいと思います。はい、もうここら辺は全部勝木さんとかソータとかのもらい物なんですけど、はい、奥さんとかもう、はい、そうですね、はい、まあここですね、A ですね、前の A をまあ希望してますね。はい、まあそうですね、まあ前はね、うん、推しじゃないんですよね、推しじゃないんですけど、はい、まあそうですね、うん、集めよう、アンダーだったらまあ集めようかなと思ってるメンバーなんですけど、はい、まあじゃあ
いきますか。提供、こちらは提供ファイルですね。はい。まあ、少ないんですけど、まあ、全部見ていただければ、まあ、嬉しいかなと思います。はい。ですね、まあ、中面ら辺はですね、まあ、マーヤなんで、結構積んでくださればですね、まあ、全然出せますね、鏡面とかも。はい。まあ、全然、提供は変わってないんですが、まあ、整理しますし、はい。まあ、わかんないところがあればですね、ぜひぜひ聞いていただければ、はい。答えますので。と、まあ、そうですね、はい、雑談していきましょうか。はい、ですね、まあ、まあ、横浜パシフィコありまして、まあ、皆さんね、行かれましたかね、最近だったら。まあ、最近プリンシパル今もやってますけど、まあ、横浜ありまして、横浜はですね、あれですね、いくちゃんがですね、握手したときに、風が治りかけでですね、声が出ないっていうことでですね、はい、かなり心配してたんですけど、はい、小声でね、まあ、もうそこ無理すんなと、ただね、頑張ると言ってたんで、もうあの根性はもう本当にね、ね、すごいですね、はい。本当にね、ファンのことを愛してくれてんだなと、うん、思いましたね。はい。あ、ここあれですね。コンプじゃないですね。はい。まあ、そうですね。まあ、いろいろありましたね。ストーさんはね、遅れましたけども、絡みありがとうございました。はい。ね、遠方からね、ほんとわざわざ、横浜までね、本当にお疲れ様です。はい。まあ、プリンシパルの方なんですが、まあ、プリンシパル、まあ、僕はですね、まあ、諸事情で行けないというか、はい、まあ、ありまして、まあ、そうですね、まあ、プリンシパルの写真の方はですね、まあ、秋葉の方で、まあ、買ってきたりとか、購入してきたりとか、あとはまあ、そうですね、オークションで、落とさせていただいたりとか、まあ、いろいろな手を使ってですね、はい、いくちゃんの方は集めたいと思います。まあ、マーヤの方は提供してくださる方いましたら、まあ、今の僕の提供でね、出してくださいましたらね、全然希望しています。はい。まあ、そうですね、まあ、なぜマーヤをね無限しようかなと、考えたからですね、まあ、アンダーメンの写真持っててもね、もうしょうがないんで、もうマーヤに変えちゃえということでですね、始まったんですけど、まあ、そんないきさつで始まりましたね。はい。まあ、そうですね、まあ、マーヤかなりですね、マーヤをかなり積んでくださる方、まあ、コンプの方が優先ですね。はい。まあ、単位としたらですね、まあ、鏡面とかとトレードするときは、まあ、何十枚単位という、方のみ、ちょっとね、鏡面とか、まあ、カズミンとかね、星宮とか、そこら辺は、考えております。はい。まあ、そうですね、提供はもうほとんどイクシャンね、強いところ変わっちゃってるんで、はい、もうマイアンとかも関係なく、まあ、リンゴとかね、そこ三家とか、あと、ナナミンとか、ランセマルとかはですね、まあ、普通に変えちゃってるんで、はい、いくちゃんにね、全部。はい、そうですね。はい、こんな感じですね。はい。あと、まあ、そうですね。まあ、一応、いくちゃんの、手持ちだを、見せていきたいと思います。はい。まあ、手持ち、そうですね。こんな感じですね。最近ほんとグルカーのあれしか聞いてないですね。なんか、ほんとに、乃木坂のね、あれがね、クソで、はい。もう、嫌ですね。はい。なんか最近嫌になってきましたね、ほんとに。ね、ね、コンベンションでね、誇りね、思わせるなんて言ってたのはどこ行ったのかっていうね。本当に。あ、もう、
左胸の勇気終わって失いたくないから行っちゃいましたね。まあまあ抜けてるところはあるんですけど、あれですね、後から、ああ10分行っちゃいましたね。ちょっとすぐスピーディーに行きたいと思います。はい。まあゆきちゃんはね BLT の方はね、まあカエル付きだけ買おうかなと思ってます。はい。希望はしてません。はいはい、そうですね。はい、まあそんな感じですね。本当にもう、クソすぎてすいませんね、本当にね。まあウェブの方はですね、あの全然買ってないんで、まあウェブ出されてもね、揃える気もないですね。はい。まあ唯一の直筆ですね。はい。これはなんか映りいいんで、ちょっとこれだけはちょっと皇室に入れました。はい。バレンタインですね。はい。まああのあれですね、帯が月別じゃないやつはまあ皇室に入れることにしましたので、まああのあここないじゃんって思われてもですね、あのまあこのようにあのまあ持ってますので、まあプリンシパルも皇室に入れる予定なので、まああの間違いなくということで、まあ提供、してくださる方ですね。はい。あとはまあクリスマスあのよりを希望してますのでですね、熱望ですね。もうはい、そんな感じですね。はい。まあそうですね、まあ最近はもうやばいですね。金欠すぎてやばいんですけど、はい。まあそうですね、まあまあ三雲もね、卒業するということで、もうなんか嫌ですね。本当に1期生面が卒業するのは本当に嫌ですね。まあ、2期生のね今お披露目されてますけど、なんか2期生で元 AKB の、人がいるということで、もう自分ですね、もうちょっと AKB オタのですね、まあなんていうんですか、テンションというか、もう、そのテンションが嫌でね、こっち流れてきたんで、はい、ちょっとね、乃木オタのねテンションを壊す、雰囲気を壊すやつが出てきたら、もうちょっとね、そういう会場には行かない、行かないかなっていうのはありますね。まあそうですね、握手会とかね、昼から撮ってまあ行って帰ってくるみたいなね、そんな感じになっちゃうかもしれませんね。はい。そういう人が流れてきたら、もう本当にそういうの嫌なんで、本当に、僕自分ですね、まあそういう雰囲気をね大切にするんで、はい、まあ、人と人との、付き合いというか、はい、そういう感じなんで、まあね、ガーガー叫ぶのはいいんですけど、はい、人が喋ってる時に叫ぶのはねちょっとね違うだろうとかね、マナーとかいろいろありますからね。はい。まあそうですね、あんだけねファンが多ければ、それだけね、人数もね多ければね、あのメンバーもね AKB の方がですね、はい、まあそういうファンも出てくるかなと思うんですけれども、まあ乃木坂はですねそういうファンが、まあちらほら出てきてますけれどもね、まあそうですね、増えないように、増殖しないようにね、願っておりますね。はい。まあそうですね、夏場になってまあ握手会ね、あそうですね、幕張がねなくて、まあ多分全額で幕張になると思いますけど、まあ、横浜東京ビッグサイトと、なんかすごい、ね、幕張ばっかりだったね、前回までとはね違いね、面白い日程ですけども、まあそうですね、まあ BGM もあるんでね、まあ長話、最後のね、こんな長い話をですね、されてもしょうがないと思うんで、まあ失いたくないから終わったところで、まあ終了にしますね。はい。まあご視聴していただきありがとうございました。はい。まあまた、プリンシパルの、収穫などありましたら、プリンシパルのというか購入したものの収穫とかありましたら、また、やりたいと思います。あ、また始まりましたね。はい、すいません。はい、ご視聴ありがとうございました。